東北を代表する秋の郷土料理芋煮を切り取ります。さて、宮城や山形では芋煮、岩手や秋田では芋の子汁など、地域によって呼び名は異なりますが、河原で家族や仲間と鍋を囲む文化は秋の風物詩となっています。さて、この芋煮ですが、ルーツを探ってみました。宮城県味噌醤油工業協同組合の只野さんによると、芋煮のルーツとして有力な説が2つありました。1つ目はこちら、鍋かけ松です。江戸時代に舟運で栄えた山形の最上川、このように船を待つ時間に川岸の松の枝に鍋をかけ、里芋を煮て食べていたことが芋煮のルーツの一つと言われています。そしてもう一つはこちらです。秋の収穫祭としてこの時期に採れた里芋を使って野外で鍋をしたことと言われています。どちらも興味深いなと思って聞いていたんですけれども、具体的にいつその芋煮会としてレジャー化したかというのは分かってるんですか？はい、実は大勢で河原に集う形に発展したのは意外にも新しく、1960年代、高度経済成長期のレジャーブームに乗って広まったと言われています。ちょうどこの時期にモータリゼーションが進み、車で郊外に行きやすくなったことで、芋煮をする場所が徐々に広がっていきました。そしてこの頃に綾瀬駅の近くにあった梶賀荘という旅館に山形県出身のおかみがいて、芋煮を振る舞うだけではなく芋煮会場として場所の提供も始めたそうなんです。梶賀荘は2011年に閉館してしまいましたが、この場所は今も元祖仙台芋煮会場広瀬川として芋煮を楽しむ人たちでにぎわっています。そしてこの芋煮は地域によってバリエーションが異なるんです。このように豚肉を味噌味で食べるのが宮城、福島の特徴です。そして山形県では県内でもこのように味や中身が分かれているんです。ところで上野さん、はい、なぜ宮城県では味噌味の芋煮が主流になったと思いますか？なんで味噌味か、はい、それは流行らせた人が味噌が好きだったからとかじゃないですか？そういう考えもありますよね。はい、はい、気になるので町の人にも聞いてみました。そもそもなんで宮城県は味噌味の芋煮だと思いますか？仙台味噌って有名じゃないですか。なのでそれを使うために味噌味なんじゃないですかね。醤油に対抗するのは味噌だから。ああいう汁物は味噌に慣れてますんで、そういう類じゃないかね。大豆が美味しいからとかですか？伊達政宗が好きだったとか。インタビューでは伊達政宗や仙台味噌のお話も出ましたが、只野さんによると、仙台藩を築いた伊達政宗が城下で味噌作りをさせていたことで、仙台に味噌の文化が根付き、味噌味の芋煮が普及したのではないかということでした。探ってみるとこのように歴史や文化が見えてきましたが、芋煮を新たな町おこしとして活用している地域もあるんです。山形県ではこのように地域によって具材や味が異なっているんですが、こちら最近では長井市が特産の馬肉を普及するため、馬肉を使った塩味の芋煮をイベントなどで販売しています。このように芋煮は新たな変化を加えながら各地で愛される郷土料理となっていきました。